今日は二人でお散歩です。こーちゃんどこ行くの？ちっちー、はい、ちょっと待って、楽しいね、ポーねえ。何が楽しいのかママに教えてちょうだい。ママに教えてちょうだい。こっち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 。待って。よいしょ。ダメ。今日はなかなかあったかいね。待って。ポーちゃん楽しそう。今日ポーちゃんにはとってもいい気温なんじゃないかな。ねえポーちゃん。楽しいな。チッチいっぱいする。こっちも行かない。もういいの。行かない。もう帰ろ。はい、行かちゃん。もう行かない、そっちうるさいから。怖いから、そっち。
ちゃんもう今日は寄り道しないよ。帰るよ。ポちゃんも帰ろ。ぴょんってした。ポちゃんもそっち行かない。もういっぱい歩いたから終わり。気持ちいいのロアジスさんから掲載のご報告メールが来ました。こうちゃんモデルさんに選ばれたよ。気持ちいいモデル、こうちゃん気持ちいいモデルに選ばれたよ。嬉しいの。こうやんガジガジやってる気持ちいいのあれなのに。そしてですね、なんとこのロアジスの、ロアジスのホームページにね、こうちゃん、乗りましたー。すげー。嬉しい。ひまちいけんだ。ひまちいけんトルコちゃんって。これ、あのメッセージを寄せてもらってね、これ1週間掲載されるみたいです。インスタグラムの方は多分、ずっと乗ってると思う、うん、嬉しいね。ね、やったね、ぽやー。応募してみようって言ってね、どこで言ったんだっけ、ライブで言ったんだっけ。いや、YouTube でやってたかな。 YouTube で言ったんだっけ、うん、なんか応募してみようって言って応募したら、なんとね、モデルさんに選ばれましたっていう通知が来て、そこからついに掲載報告が来ました。すげえ、すごいね。ちょっとちっちゃい夢が叶ったって感じ。これはスクショして撮っとこうと思います。インスタグラム、なんとこのロアジスの、うわー、放り投げてきた。これ日待ちがいいの。ちょっと待ってて、はい。あ、ここにも載ってます。おやみ。なぜか日待ちじゃなくてガジガジなんですけど、今すべてのこれね、みんなぜひ見てみてね。このロアジスジャパンさんのインスタグラムぜひ見てみてください。でちゃんとさ、ホームページのあれにスーパー犬みたいな感じで書いてあって、視聴者様からいただいた日待ちだそうですみたいなこと書いてあるんでね、ぜひ見てみてください。今日から1週間、いや、もう多分2日3日ぐらい経ってると思う。だからあと何日かかな、もしかしたらアップする頃には消えちゃってるかもしれないから。スクショ載せとこう、スクショ。ということで、皆さんにご報告でした。夢が叶いましたよ。ポちゃんおめでとう。ひまちいけんだって、ゆうたろうさんのおかげで。ひまちいモデルにもなっちゃいました。ポちゃんすごいな。嬉しいね。あとでまたひまちい食べようね。ぽやぽちゃんということでした。ひまち久しぶりだね。よかったね。ひまちあげていいよってママが言ってた。よかったよかった。
ちゃんの火待ち犬に選ばれたらしいじゃん。すごいね。みんな喜んでくれると思うよ。坊ちゃん。感想は？インスタグラムやってる方ね、ぜひロアジスジャパンさんのアカウントのところに行って、ひまちいけんポルコにいいねしてください。ポルコリスナーこんなにいるんだって。他の子よりね、たくさんいいねつけてあげて、お願いします。ねぽちゃん嬉しいね。町食べてさ、バイバイ丼しよっか、坊ちゃん。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。坊ちゃんバイバイ丼。バイバイ丼。すごい音するな。おいしい？出して。大きいの食べたら喉に詰まっちゃうから。びちゃびちゃしてる。飲んだ。10分までね。バイバイドーン。またねー。